はあのタイトルはですね「<laughs> 神の言葉を信じる信仰」っていう、まあ、題ですねで「信じる」って言葉が2回入ってますよねある意味はちょっとしつこいなとでもうちょっとこう丁寧に言えば「神の言葉を信じることがあの、まあ、キリスト教信仰ですよ」っていうことなんですね。 えと信仰と言いますと、まあ、あの自分の心まさに信心ということでありますので自分の心を見つめそしてまあ心というのは本当にこうまさにコロコロ動きますよね、まあ、はっきり言いまして機嫌がいい時は自分もいい,い,い逆に機嫌が悪い時はねちょっとのことで怒ったりまた嫌になったりっていうことでございますよね。でそういういものに 私たちは、まあ、ある意味ではこう動かされている中であの信仰もなんかこう自分の心にこう左右される、まあ、簡単に言うと神様を信じるっていうことも、まあ、いいことがあれば機嫌のいいことがあれば信じてるけど機嫌の悪いこととかもう嫌だったらもうななんだ信仰なんていらないよっていう、まあ、こういうふうにこうなりがちですよねこれは私もそうだと思いますね。 人間でですのででその時に、まあ、もちろん人間ですから今いうようなことに左右されるんですがでもやっぱり、えー、神様を信じる神の言葉を信じるということが信仰なんですよ。でこのことを今日この、えっと、ローマ兵である百寿長の,この信仰を通して、えー、少し考えてみたいと思います。 イエス様があの褒めている信仰なんですよね。褒めているというよりも、十節に、イエスはこれを聞いて非常に感心され、ついてきた人々に言われた。よく聞きなさい。イスラエルの人の中でもこれほどの信仰は見たことがないえ。褒めているというよりも、イエス様がびっくりしているということなんです。えー、こんな、 ところにというかこんな人がこんな信仰を持っているということは私も意外だったもうびっくりしたっていうこういう感じなんですね。ですからこの信仰っていうのはあの私たちにとってやはりこうあ信仰ってこうなんだなそもそもイエス様がびっくりなさりある意味褒めてらっしゃるわけですので,でその逆にですねあのこのイスラエルの人たちつまり 本家本元であるあの神を信じ旧約聖書を持っているその人たちがなんと天国行ったらねそうじゃないっていうことをイエス様おっしゃってますよねなおあなた方に言うが多くの人が東から西か,から来てですからたくさんの人が、まあ、天国に来たそうですねほんにもう世界の人が天国に入ってきた。 で天国でアブラハム・イサク・ヤコブと共に宴会の席に着くがですよねまさにアブラハム・イサク・ヤコブその、まあ、日本流に言うと本家本元であるそもそも神様に選ばれ神様のそういうご計画の中に入っているその人たちがなんとあのそこのねこの国の子らは外の闇に追い出され そして泣き叫んだり歯がみをしたりするであろうってありますからこの本家本元である人たちがそういう信仰を持ってなかったということを言ってるわけですね。で天国に入るってこともやっぱりこのことが大事なんだつまり神様の言葉を信じるっていうその信仰を持つ。だけどこの人たちは えー、その信仰を、まあ、持ってなかった。持ってなかったから、まあ、ちょっとこの厳しい形しますけどね、この宴会の席から、まあ、出されてしまって、あと出された人はうーんと悔しがってますよね。悔しいっていうのは、本当にその大事な信仰を、もともとある意味では自分たちが持っていた、自分たちが信じた信仰を、やっぱどっかでそれをまあ、 捨てちゃった。捨てちゃったっていうのは何回申し上げるように、神の言葉を信じる。その信仰を、まあどっかで捨てちゃって、そして信仰と言いながらも、他のことで、他のことで、まあある意味では繕っていた。他のことはあったけども、もう一番中心である神の言葉を信じるっていうことがなかった。だけど逆に、イエス様がおっしゃったように、 本来そんな信仰なんて持ってるはずがない人ありえない人がその信仰を持ってたのでイエス様はびっくりなさりそしてその周りにいたユダヤ人たちにねあなた方もこの信仰を持つってことが大事なんですよっていう意味で、まあ、イエス様のこのちょっと厳しいこの警告の言葉があるということになるわけです。 で今日の,あの箇所は3つの、まあ、ポイント。神の言葉を信じるということはその謙遜な心になっているということですね。で2番目は神様の言葉を、えー、権威ある言葉、力ある言葉として信じているということとあともう一つ3番目は神様の言葉が成就していくということです。 それは、あのこの、えっと、中心聖句にしました八節にも出てきますね。えー、百卒長は答えていった、主よ私の屋根の下にあなたをおい出する資格は私にはございません。こうですね、この謙遜な心。で、次、ただお言葉をください。もうストレートですよね。ただお言葉をください。神の言葉をまを、あ、ただ信じる、信仰。 そしてそうすれば、しもべは治ります。イエス様もね、えー、行きなさい。って言って、えー、家に帰ってみたら、ま、しもべが癒されていた、神様の言葉が成就したっていう、まあ、この出来事でございます。えー、この主、まあ、主人公、えー、百卒長は、ローマの軍人でございます。ある意味では、軍人ですから、もう自分のち力、 まあ、まさに軍事的な力ですよね。を信じていなければやっていけませんね。ですから、ある意味では信仰とは、まあ、遠い人、そういう人だと思いますよね。まあ、にもかかわらず、彼は人が死ぬ、殺される、また理不尽なことや残酷なこともいっぱい見てきた人だと思いますよね。そして、えー、この人が、 うんと例外的な人なんです、今言ったように、神なんか信じられるから、ね、俺の力がすべてだと言っていい人、あとはもう一つは、この外国である植民地であるユダヤに、このいわゆる進駐軍として来てるわけですね、ある意味では、そこで、まあ、あの自分の任務を終えて、一刻も早くやっぱ本国に帰りたいわけです、誰でもそうですよね、どの時代でもそうです。 ということは、その、えっと、支配している人たちに対しては、もう、まあ、適当にというかね、まあまあ、ですね。あとはもう完全にあの、下に見てるわけでしょ。こいつらは、ね、もう本当に、ね、自分たちが上なんだって、こう支配している。そういう中の百卒長なんだけれども、イエス様のところに、自分のしもべが苦しんでいる、 何とか直してほしいということでイエス様のところに来ました。しもべっていうのは奴隷のことです。この時代奴隷っていうのは道具なんですから、その自分の奴隷が病気になった。まあ簡単に言うと、もうすぐお払い箱ですね。だって次の奴隷をまた雇えばいいだけの話で、まあまあ,まあとにかくもうほっとく。道具,に道具の一つですから、 生き死になんて関係ないっていうのは普通なのになんとこの人はすごいですよねそのような奴隷をのその病気の回復を願っているそして願っている人が、えー、ユダヤの自分の今言ったように自分が支配している民族の宗教者で宗教者も いわゆるその権威ある宗教者じゃないんですよね、再視長立法学者、パリサイ人というのはね、お歴々のところじゃなくて、ある意味では、最近、ちょっと出てきた、青年宗教者のところに頼みに行ったということなんです。<noise> 不思議ですよね。あ心優しい人なのかな。 同じ記事の、ルカによる福音書では、このユダヤ人たちの評価がこう言っています。えー、ルカではですね、ご本人ではなくて、このユダヤの、この長老たちがイエス様のところに行って、あの、頼むシーンになってるんですね、場面になってるんですが、あの人はそうしていただく値打ちがあります。私たちの国民を愛し、私たちのために街道を立ててくれた人です。すごいことですよね。 だからこの人はローマの百卒長でありながら、ある意味では例外中の本当に心の優しい人、このね奴隷の命をなんとか救い出したい、そして支配していた民族に対しても、今言ったようにですね愛して、そして街道も建ててくれた、いやー、すごい人だな、ある意味では人格者、立派な人ですよね。 いやあ、すごい人だなと思います。皆さんいかがでしょうか。とは言いながらも、とは言いながらも、イエス様のところに行くっていうのは、やっぱりこのハードルが高いと思うんですね。ハードルが高いというのはどういう意味かというと、なんで私みたいな、ね、権威ある百卒長が、 そしてあるいは人格者である私が、なんであの人のところに行かなきゃいけないんだろうか、いやいや、そうじゃなくて、ローマにもね、ちゃんとしたお医者さんがいるし、ね、立派な神々、偶像の神々、いっぱいあるんだから、わざわざ外国の自分が支配している民のそういう宗教者のところに、わざわざ行く必要ないだろうと、他にいっぱいあるんだからってなって当然だと思いますね。 なのに、まあ、イエス様のことを聞いて、イエス様のところに行ったということなんですね。本当に不思議ですよね。私たちが、本当にこう、イエス様にお出会いする、まあ、いろんな出会い方がありますけども、本当に不思議だと思います。今日の私もそうだと思いますが、 兄であり得ないえどうしてこうなるんだろうかなったんだろうかこの人はそういうような形でイエス様に出会ってらっしゃる。そしてストレートに主よ。私のしもべが中腹で苦しんで家に寝ています。まあ言い方も主よ。 もうこの段階で、この人はイエス様がまあ神であるっていうことを、ある意味ではこう理か、まあ、理解してるとかね。まあある意味ではまあ信じているわけですね。主よ私のしもべが中風で苦しんで家に寝ています。もうストレートですね。イエス様もストレートですね。イエスは彼に私が行って直してあげようと言われた。これ私たちは、 今、あの、この、2000年経た、この日本、平和な日本でこれ読んでますけれども、でも、イエス様にとっても、そんな私が言って直してあげようなんていうような、簡単な話ではない。で、簡単な話ではないっていうことはどういうことかっていうと、イスラエル民族から見たら、ローマの人っていうのは、こう、抑圧してるね。あるいは弾圧している。それもそういう、本当にいろんな、 事件がもうすでに起こっているわけですね。だから、こまあ、簡単に言うと、建築しようと思う民族なんですよ。腹立たし。イエス様がもし行ったとしたら、他のユダヤ人からは非難されますよね。イエス様、あ,あなたの敵の味方あね。ユダヤというあ、ごめんなさい、ローマというあの敵のね、なんか回しの敵の味方。なんで敵の、そんな将軍、ね、百卒長を助けるなんていうような、あるいは非国民。 的なななことすするのって言われない言わわれれいいかねないですよねでよあともう一つは、宗教的にユダヤの人たちは、違法人たちを、ある意味では、まあ、けがれたそういう人たち、だから一緒にいる、一緒,に一緒の部屋にいるということは、ユダヤ人にとってみたら、しないわけです。しないわけですね。ですから、こういう、まあ、今申し上げた、本当に複雑な事情がもう絡み合って、 ているんですね、皆さん私たちも現実そうじゃないかなと思います信仰を持つっていうのは本当に複雑な事情がこう絡み合っているそ,のそこにいる登場人物その地域その国によってですね、まあ、ちょっとこう一言でちょっと説明できないようないろんなことの中に絡み合っている中でイエス様にお出会いしている。 また、イエス様も、もうストレートにここで、私が行って直してあげようって言って、イエス様の方でポーンとその、障壁、ハードルを、イエス様の方からポーンとこう飛び越えてきてるっていうことですよね。人それぞれ、クリスチャンホームであろうと、全然関係なかろうと、いやいや、私はちょっと、ね、ある意味は非常に強烈な宗教、 の環境の中にいましたとかあとはもう,もう完璧無神論ですと <laughs> 神も仏もないとかね完璧無神論ですでまあそういう環境の中にいましたイエス様を信じるというかイエス様に出会うなんてねそんな何て言うか簡単なことじゃないというかねそういう中で私たち信じているんじゃないかなと思うんですよねあのクリチャーホームに言われても同じだと思うんですね まあ生まれた時からっていう環境ですけどもそれが逆になかなかこう信じられないっていう部分にもねなってきている面もあるわけですねそういう中でイエス様が「私が行って直してあげよう」と言ってそして出向いていかれたわけですでその時にあのこの謙遜な信仰ですね「主よ私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございません」 さっっき言った宗教事情があるわけですユダヤ人から見たら、ね、一緒の部屋とか一緒にいるということは、ユダヤ人の側からすると、しないということですね。まあ、ローマの人たちから見ても、まあ、今,今申し上げました政治的な理由によって、下に見てますから、やっぱりしない、どっちにしてもしない。 でも、それはそういうですね、なんかこう、その時の状況を言っているのではなくて、ここに、第一のポイントですね。彼の、やっぱり、主に対する謙遜な心っていうのが、現れているんではないかなと思うんですね。なかなかこれ、口だけで言える言葉ではないと思いますね。 主要私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございません。資格がない。イエス様の前に出る資格はない。神の前に出る資格はない。神様の何かこう祝福を受ける資格がない。資格がないって言ってますね。これが私たちがやはりこう謙遜な心。 ではないかと思いますね。ちょっと言葉を変えると、これが罪の自覚だと思います。何か悪いことやった嘘ついたもちろん行為の罪ってあると思うんですけども、神様の前に資格がない。あなたの前に出る資格がない。だけれども、出ることができる。 またいや出ることができるよりもイエス様がね言ってあげよう私が行って直してあげようって言ってるわけですね。ここに謙遜な心がある私たちが神様のお言葉を受け入れる時に、まあ、謙遜な心を持って受け入れるということが、まあ、この心だと思いますよね。 2番目、神の言葉を信じるということでございます。ただお言葉をください。もう本当にストレートですね。ただお言葉をください。言葉を信じることができる。皆さん最近、まあ、ちょっとこう、あの話題を変えて一般の話になるかもしれませんが、 言葉が信じられなくなっているのではないかなと思うんですね。特に権威ある言葉の言葉が信じられない。政治の世界でもそうですよね。また、身近な中でも、じゃあ本当に言葉って信じられるんだろうか、その通りに受け取れるんだろうか、 いやいや、自分自身はどうなんだろうかと。人はそうやって嘘をついたり、フェイクニュースをあの簡単にあの、えー、ですね、ネットで流したり、世の中、もういっぱいそんなものだらけ、まあ、政治の世界でもそうじゃないか、ね。もう言葉なんか信じられない。本当に悲劇ですよね。じゃあ何を信じるのじゃその時に逆に自分自身の言葉。 いや私ちゃんと言いましたいやこの言葉ちゃんと私がね責任を持ってちゃんとその言葉通りにしますって、えー、自分自身には言えるのかいやそういう気持ちがあったとしてもそれをこうそのように生き,生きられないっていうかですね、まあ、そういうことで私たちはやっぱり言葉を信じられなくなっているんではないかなと思うんですね。 あともう一つは言葉で傷つけられたっていうことですね。力ある言葉っていうのは、ある意味では一歩間違うと傷つけるわけですよね。権威ある言葉、力ある言葉で、まあ、自分が傷つけられたっていう人は、やはりそういう言葉が怖い。何言われるか怖い。だったらもう言葉って信じられないとするならば、もう本当に私たち 何を信じて生きていったらいいんだろうかっていうことだと思いますイエス様の言葉っていうのはあの権威があった力があったということですよねでこれはあのこの百寿長が自分がその百人の部下がいて言ってますよね旧説に私も権威のもとにあるものですが私の下にも併設がいまして一人のものに行けと言えば行き他のものに来いと言えば来ますし またしもべにこれをせよと言えばしてくれるのですっていうことですねつまり自分自身が権威を持っているそして権威ある言葉がその通りになるということを彼はまあこのまあ軍隊の中ですけどもまあ経験していったましてやあなたね神であるあなたそのあなたが言われた通りのことが なされるでしょう私はその権威その力を信じています人間の世界ですけども軍,軍隊の世界ですけどもその権威の言葉って私はちょっとでもやっぱり経験として知ってますというこの経験から神の言葉がその通り成就していく神の言葉っていうのは権威があるんだただ、えー、言葉通りいや言葉だけ実態がない確かにいいこと言ってるけどもね もうそれはもうまやかし、外側だけだとしたら、それはもう神の言葉ではない、神の言葉であるならば、その通りになっていくということを、彼は信じているということですね。皆さん、例えば、のこの剣やある言葉っていうのは、同じことを言っても違うと思いますね。 例えば、よくわからない人が、例えば、まあ、もし皆さんが病気になったときに、こうでこうでこうで、こうなるよ、大丈夫、大丈夫、<laughs> ちょっとあのネットを見て、健康雑誌を見て、そして、あなたのこうでしょう、大丈夫よって言った言葉とまと、あ、あるいは名医、もうそれのね、本当に専門である先生が、ちゃんと診断をして、そしてね、 まあ、あなたはこうなりますよこう,こうすればこういうふうに回復していきますよっていうのは同じ、ね、大丈夫よって言っても全然違いますよねそこに権威があるわけですね医者の権威お医者さんが正しくきちっとけ検査してみてそしてそう言ってる時に私たちは安心しますよねやっぱりある意味で医者の権威だけど怪しい人が <laughs> 大「大丈夫大丈夫」って言ったって本当に大丈夫なのかな ってことですね。神であるイエス様がそうすれば下部屋は治りますってお約束なさったということでございますイエス様の言葉は力があるイエス様の言葉はその通りになるなぜかそれは神の言葉だからでございますそして私たちはこのの時代の中で えっと、信頼できる言葉を持ってるっていうことは本当に幸せだと思います言葉通りをその通りを信じられる安心して信じられる神の言葉ってそうですよねそして3番目のポイントですけども神様の言葉が信じた通りになっていく 神様の言葉がその通りにこう実行されていくということを私たちは信じることができるそれが13節ですよねそれからイエスは百祖父上に「行け」あなたの信じた通りになるようにと言われたちょうどその時しもべは癒されたとあります「行け」まあ イエス様のね、ある意味ではこう促す言葉ですよねある意味は力強い言葉ですよね私たちは神の言葉を信じそして信じた後やっぱりこのような勇気力を持つことができるんですねイエス様が行けはいわかりましたえ自分が作った言葉え自分の力自分がこうなるだろう って予測した言葉でではないんですね神様の言葉がそうなると確信してそして、まあ、あるいは従っていくその通りにしていくという時に私たちはやっぱりこう人生があの開かれていくと思いますそして帰った時にしもべは癒されていたという出来事が起こりますよねちょうどその時。 しもべは癒された、まあ、ある意味では奇跡が起こったわけですね行く前はうんうんうなされあュ中部ですかねもう本当にとにかく死にそうな状,状況だったわけですからああそして帰ってみたらあ,あ,ある意味は元気になってたああもう大丈夫だ、ね、そ,ういうふうそういう状態だったある意味では、まあ、癒しの奇跡がそこで起こったわけでございます。 私たちにとって目に見える鮮やかなこの癒しの奇跡また癒しじゃなくても信じたら本当に目の覚めるようなねそういう鮮やかな奇跡が起こるか起こらないかはやっぱり人によって違うし状況によっても違いますよね。それは神様がなさることですからでも私はこの時に思うのはちょうどその時って言ってますよねつまりタイムリーだったということなんです。 ちょうどよかった。その時だった。その時神様が働いていらっしゃったということを受け止められた、信じられたっていう、ここだと思うんですね。で、それは表面的にすごい鮮やかな奇跡的なことが起こってもいいし、起こってなくてもいいわけです。平凡な普通なことの中に、確かに神の言葉が成就していった。 その時に神様が働いていらっしゃった神の言葉って生きているということですよね死んだ言葉ではなくて生きてるということは時間の経過の中でやっぱり生き生きとその言葉がある意味だまあこの実行に移されているということだと思いますそのことを私たちは信じることができる ちょうどその時ですよね。あ確かに神様は働いていらっしゃる。あの時に私に語られた言葉、私に約束された言葉、あの時はまあそこまではなんかピンとこなかったんだけど、大体そうですね、私もそうですね。その時はピンとこなかったんだけど、あ神様信じますと受け入れた。 でもそのことが現実の生活の中で、具体的な自分の人生の中で、あ、こうだったんですねって必ずそのことがあるわけです。これが生きている神の言葉なんですね。で、それはある意味では、皆さん一人一人しかわからないかもしれない。いや、そっちの方が多いんです。多いんです。じゃじゃあ、ゃあそうだとしたら思い込みか いや、あんたが勝手にそう思ってるから、そういうふうに解釈してるからそうじゃないいや、それはたまたま起こったんじゃないあんたはそういうふうに何でも神様神様、あのー、言っているんじゃないのというふうに、あの、そうじゃない人たちから言われると思います。私は、まあ言われても,見もたことですね。<laughs> 見方によったらそう見えるかもしれない。でも、自分の人生の中で、 神様が生きて働いてらっしゃるその不思議な神の宮座がやっぱり自分の人生の中に起こっていると本当に心から信じられるそういう形で神の言葉を信じているっていうことはこれほど安心な確かなどんなことに振るわれたとしてもそして他にね 信じられない言葉が山ほどあったいやいや自分自身だって言ってる言葉あなたちゃんと責任持って言ってるって言われたら私なんてですねやっぱりちょっとそうやって追求されたらね嘘は言ってないつもりなんですけどもまあちょっとねいい加減なことを言ってるんですよねそういう中でやはり私たちは神の言葉を信じられるそしてそのことが現実の人生の中で神様が成就し続けてくださってると 信じる信仰っていうのは本当に素晴らしいなってこの信仰も神様が与えてくださったわけですね今日、まあ、もう終わりますこの百寿書本来そうじゃない人ですねそして本家本元であるユダヤ人イスラエルの人たちがその信仰がなかったと言ってます ということは、私たちにとりまして、このことはみんなに当てはまる。いやいや、私はもうね、ベテランのクリスチャンです。いや、私は牧師です。<laughs> みんなに聖書の話をしてます。いやいやいや、あなたは今日、あなたは今日、この百卒町のような、イエス様がびっくりするほどのこの信仰、その信仰をお持ちですかそれは、ただ、ただ、神の言葉を信じる信仰なんです。 これがキリスト教信仰なんですということですね、お祈りをいたします。主よ、私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございません。ただお言葉をください。そうすれば、しもべは治ります。主よ、 この百卒章がイエス様に答えたこの言葉通りに私たちはその信仰を持ちたいと願っております状況を見回すならばいろんなことを考える考えるまた悩むまた本当にイエス様のところに直接行くなんていうことはそもそもありえないことでありますまたイエス様ご自身が、えー、私が行ってあげようと それも本当ににここの時代ととってみたら、あり得ないいでございます。私たちにとって次々ありえないことの中に主が私たちを捉えてくださりそして私たちがイエス様を信じそして神の言葉を信じる信仰を持たせていただくことができて本当に感謝です百卒長のこの告白が私たちの告白,告,白告白としてあなたに告白いたします どうぞこの神の言葉を信じる信仰を本当にいつの間にか失うことがないように私たちをどうぞ守り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン